と分かってる推しのがすごいわ。細かい謎々というかミステリーっぽい。この距離感の二人珍しいな。よくついていったな。でも登ったな。先んじて置いてる。はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは恋物語第1話第2話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました暦物語ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、前回、終わり物語を見まして、で終わり物語には続きがちょっとあるらしいんだけど、その前に暦物語が挟まっているよっていうことなので、暦物語見ていこうと思います。まあね、1話10分前後で終わる、結構なんか短い話なのか、なんかちょっとしたスピンオフ的な話なのかわかりませんけれども、まあ全て荒木くんに関わる暦なんとかってついてるので、まあ暦物語見ていこうと思うわけなんですけれども、まあ相も変わらずこう見ているわけなんですけど、今回に関してはね10分ぐらいで終わるから2話1セットで見ていこうと思います。一応動画は分割するんだけど、まあ2話ずつ見ていって感想を話していくって感じにしていこうと思いますので、まあ計6日かな、6日で終わると思いますので、ぜひとも皆さん一緒に楽しんでいきましょう。今回は暦ストーンということで、まあ暦石どういうことなのか、いろいろと注目していこうと思います。はい、というわけでまずは第1話暦ストーン見ていこうと思います。よーいスタート。おオープニングかな。おお、これあれだよね、猫物語だっけ、いつだっけ。オープニング多すぎて記憶から抜けそうだけど、羽川の話の時だよね。翼ファミリーの時かな。暦ストーン、そうだよね、多分翼ファミリーだよ。猫物語黒の時かな。髪切る前だもんね。家族問題の時の時系列に飛ぶのかな。さあ久しぶりにこのビジュアルの羽川見たな。さあ荒木暦、神谷浩史いきましょう。キャストもオープン。さあ暦ストーン、暦ストーンとはどういう話なんだろう。うずきチャプター2、春休みの後だよね。だから11日、ゴールデンウィークにあれだもんね、羽川。石像じゃない。ああ、どうなんだろう。怪異的なものがあるの？そうね、ちょっとね。石の階段、怖い話ってことだよね。シンプルに石だな。そうね、ああ、うん、はいはい、ああ根付いて定着してないんだ。
はい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 。石はあった。こうなってなかったってこと？へえ。ああ。なるほど。久しぶりに見たな。心当たりある？ねえ。ただし？はい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 。決めかねる。ああ。なった。なかなかピンとこないな。まあ怪奇は可愛い絵描くからな。結構うまくない？はい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 。ああ、そこをしまう。はいはい。重要素なの？なるほど。コテンとしてる。はいはい。なるほど。ただし？何？決め台詞。はいはい。これでわかるの？すごいな。それで伝わるとわかってる推しのがすごいわ。お？はいはい。なんか台座か何かを作るあれがあったの？それに入れたの？そういう結論。釘出てたもんね。
うん。はい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 。そうか。なるほど。だから怪異になったみたいな。うん。なるほどね。怪異になったみたいな感じか。なるほど、そこにたどり着くのすごいな。てか推しのがすごいわ。ああ、そうなの？そういう、ああ、すごいな。なんか細かい細かい謎々というかミステリーっぽい。すいません、歩きます。うん。あ、なるほど。記憶から。あ、なあ、そういうことか。うん、それを整えたのは、うん。なるほどね。うん、忘れるくらいだしね。ほいほい。はいはい。お？何？さつまいもみたい。あ、コンクリなの？石じゃなかったんだ。いいじゃん。この細かい、ショートミステリーみたいな感じだね。ショートショートっぽいというか。すごいな。でもそれで見抜いたのすごいな、推しのも。いいねー。はい、というわけで、まあこのままね、2話も見ていこうと思います。動画は切り替わると思うので、感想を見たい方は2話の後へチェックしていただけたらと思います。ちょっとサムネイルの関係上ね、ちょっと1話と2話はちょっと分けようと思いますので、よろしくお願いします。次回は何だろうね。さあ、迷いちゃんとか、ま、みんな出てくるんだろうけど、まあ多分なんとなくこんな感じでショートショートでミステリーが展開されるんだろうね。ある種評価とかそっちみたいに。ウィーズは、みんなこのエンディングの、これエンディングのタッチでみんな書かれてる。ガエンさんとか影の井さんとかも。はい、というわけで、それでは第2話、小読みフラワー見ていこうと思います。よーい。スタート。さあ。これは、ステープルステープルかな？ステープルステープル。オッケー。じゃあ、ガハラさんの話ってことになるのかな？ってなると、でも、時系列順なのかな？なんとなく12話で小読みだから、
1ヶ月ずつ進んでいくのかなと思ったけど、さあ今回はどんなミステリーが待っているのか。いいよねー、この曲。やっぱり改めて思うけど、化け物語、物語シリーズ、キャストが強すぎるよな。ガハラさんもそうだし、羽川もそうだけど、なんかこの人じゃないと、なんかもう今はもう成立しないよな。物語シリーズのキャラクターって全員。さあ、小読みフラワー、レッツゴー、レッツゴー。小読みフラワー、短くていいね、見やすい。チャプター1、さつき。チャプター2、5月9日。じゃあゴールデンウィーク明けだ。はいはい。うんうん、はいはいはい。体重が戻った翌日ね。おお。重さを実感するんだ。ん？100万円だっけ？あらあら。階段。あー、それで支払うって感じ？なるほど。うん。おや？なんかこの距離感の二人珍しいな。あら、ナイスキャッチ。すごいな。あれ？あら。この花って？花ってさ、あ、はい、階段だ。はい、はい。登ってる。5月10日。あら、同じじゃん、花束。真新しい。これ百合の花？うん。そこに置いた花、うん。うん。そうね。はい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 。で、同じ花束がここ。
ああ、なのに花束が置いてある弔うように。よくついていったな。でも登ったな。10万円か。多分知らないよね。あら、うん、マジ？しのぶ、うん、危なそうだよね。でもあそこ、いや違うんじゃない？うん、うん、すごいな、完全に進撃。うん、先んじて置いてる？あー、パワーを奪われる。うん、あー、ああ、はい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 、そうなんだ。変えに行く。ああ、やっぱり防ぐために置いてる？落ち、うん、はいはい、あー、ずいぶんお金かかってますね。うん、花束いっぱい。死んでるんだぞって言いたいんじゃないの？多分ね。そうか、実例があるんだよっていうつもりだったのか。そうね、まあ、確かにガハラさん落ちたからな、階段から。うん、それいいように言ったね。そういうこと。
そうね。うん。ああ、そうか。確かに。うん、もう安全になるんだろうからね。うん。いや、誰だろう？え、誰？一体ちょっと、いや、そんな？ねえ。そうだよね。そんな人いるわけないよね。おい、あら。あ、危険すぎるよね。なんかイントネーションが変な。うん。まあ、内緒ね。お？これまで通り。なるほど。なかったことと。オーケーオーケーオーケー、いいね。まあ正直想定はしないよね。荒垣くんもよく行けたなって思うもん僕。いやー、まさかねー、いるとは思わないからね。友達伝いに聞いても、ちょっと友達に登ったやついないか聞いてみろって言っても、荒垣くんは引っかからないだろうからな。人間強度高すぎて。このエンディング可愛すぎない？はあ、面白いなあ。なんかこう、ぼーっと見てて楽しいね。なんか、教育テレビの、なんか、番組と番組の間にやる、なんか、ちょっとした羽休めコーナーみたい。オッケー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 、とりあえず感想入りましょう。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、いいですね。1話も2話もとても良かった。なんか羽川と、ひたぎということで、まあ荒垣くんの心の友および恋人っていう感じではあるわけなんですけれども、いや、いいですね、いいですね。なんか初々しい関係性でいいね。なんか特にやっぱりガハラさんとの会話はさ、めちゃくちゃなんかこう本当に初々しい。なんか今めちゃくちゃ距離近いじゃん、この二人。もう特にガハラさんから荒垣くんへの矢印が強すぎて、もうちょっともうガハラさん好きっていう風になっちゃったりとかもしてるんだけど、今回やっぱりツンツンでいいね。うん、さすがツンドラ少女みたいなところでとてもいいんじゃないかっていうところではあるわけなんですけれども、うん、なんやかんややっぱり怪異なのか、怪異に満たない小話みたいなところなんだろうね。基本的に今までの物語シリーズすべて怪異端としていろいろと怪異にまつわるお話をやっているわけなんだけど、今回っていうかこの暦物語においては、まあ怪異にも満たない、ただ怪談にも満たない、どうなんだろうねっていうこの物語がどんどん展開されてるっていうところで、まあ今のところやっぱり押野が答えをね教えてくれてるわけなんだけど、やっぱり2学期ぐらい、2学期前後からはやっぱり押野いなくなっちゃうから、そこからどうしていくかですよね。夏休み以降かな、夏休み以降どうなっていくのかっていうのは非常に気になるところではあるのかなって感じですよね。押野がいない時に誰が答えを見せてくれるのか。まあとりあえず4月5月っていう風に紹介したので、多分まあ6月は誰だ？ 6 月はカンバルと、迷いちゃんで、夏休み入る前になでこちゃんと、あれをやったんだよね。翼をやったんだよね。翼キャットか。
翼キャットをやったわけだけど、どうなんでしょうね、ここら辺の消化っていうのは。うん、まあ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 、いろいろとサムネ的には次回は多分迷いちゃんらしいんだけど、いろいろと気になるところではありますね。多分1ヶ月に1個ずつ消化していくんじゃないかっていうところで、あー、いいですね、いいですね。なんか見ててすごい楽しかった。なんかぼーっと考えてすごい楽しい。いや、いいよ、僕はこのくらいのテンポ感の作品すごい好きだから。やっぱりこう24分ってなるとこうやって見ないといけないけど、やっぱり14分とかさ、やっぱり10分前後の作品なら、あー、みたいな、なんか、あー、そうな、あ、確かに、あ、こうなんじゃないの、あー、そうだったんだ、へーへーへーって言ってるだけで終わってるから、すごいなんか、見る側としては非常に肩の力が抜けていいですよね。今までの終わり物語とかは特にやっぱり、扇ちゃんの話とか入ってきたりとか、いろいろとやっぱり陰謀論的なものを考えてしまったりとかもしてるので、扇ちゃんって結局みたいな、扇ちゃんの陰謀論 ASMR を僕は期待したいっていうところで、今それ関係ないわ。それは関係ないんだけど、あー、でも羽川とかもすごいね、やっぱりこの頃からね、すぐ正解にたどり着くっていうところだったりだとか、なんやかんや押野もスペック高いよな。なんかまあバランス型ではあると思うんだけど、やっぱり武力の影縫い、暴力陰陽師影縫いさんと天才詐欺師怪奇の中間ぐらいなのかなっていうところもあって、めちゃくちゃ頭もあっていいよね。なんか素晴らしいなっていう風に思う。やっぱりこの世界の中ではかなり羽川がね、頭脳的にはず抜けてるのかなっていうところもあるけど、なんやかんや押野も結構抜けてるというか、頭一つか二つ抜けてるよね。うん、多分ちょっとしたこの問題定義においてはすぐ答えを出せるんじゃないかなっていうところ、そこへの導き方がちょっと独特っていうところではあるよね。彼らの抱えてる問題を解決するにはこうしたらいいんだろうなーっていうのはなんとなくわかる。割とガエンさんに近いのかな、タイプ的には。うん、ただやっぱりどっちかっていうと押しのは優しい寄りで、ガエンさんは厳しい寄りっていうところではあるんだろうけど、まあなんとなく答えが分かった上で、まあ優しく導いていくのがやっぱり押しのやり方っていうところだと思うから、これからもね、多分押しのに頼りながら、いろいろと怪に満たない怪異談に満たない怪談話みたいなものがいろいろと繰り返されるんじゃないかということで、さあさあさあ、次回いろいろと楽しみにしていこう。次回暦サンドらしい、なんだろうサンドって何を挟むの。はい、というわけでとりあえず今回はこんな感じで終わろうと思いますよ。はい、というわけでとりあえず今回はこんな感じで終わります。明日は3話4話上がるんで、ぜひともチェックしてね。以上、暦物語第1話2話でした。バイバイ。